ぐるぐるドン。どうもシャーロック・ホームズです。というわけでですね、今回はメアリーさんに協力してもらおうかと思います。こちらの娘、ポロレアン、私たちの娘、メアリー、はい、にちょっと協力してもらおうかなと思うんですけど、まあ、今回何をやるかと言いますと、はい、まあ、基本的に、君たちは人を傷つけすぎです。えそんなことはないよね。罪な男たちです、あなたたちは。誰にせんの？めっちゃここカットしてほしい。まあ、つうわけでね、はい、メアリータンから告白をされます、うん、告白された時に、はい、なるべく傷つけない振り方、SNS の振り方を。めっちゃ嫌やー。後輩です。呼び出して告白しようとしてください。お待たせ。ずっと伝えたかったんですけど、両先輩のことが好きです。あ、ちょっと待って。今から一緒にさ、コンビニ行かない？コンビニでちょっとジュースとか買わない？で、コンビニ行きました。いや、俺らさ、あんまさ、一緒にこうやって二人で話したこととかないやん、まだ。これから一緒に遊びに行ったりしようよ、少しずつ。で、そこからまたなんかゆっくり話しませんかね、メアリタ。コンビニ行こうぜ。終わり。ある。あー、なるほど。これマジで使ってるやつや。でもさ、今さ、すげー好きでもないのにさ、なんかちょっと金も伏せるガチじゃない。今、友達から始めようよ的な。そう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 。まだあんまりこの子のことを知らない陸上部の後輩。あ、そういう体や。うん。家の玄関ピンポンピンポンでなって、ヒロミが出ていった。わかんね。わかんない。ヒロミが出ていって。で、今日一回僕らに行こうよ。うん。そう、僕らに行こうよ。めちゃめちゃ実家の周りの話出てるけど。バイト。フリーターね。バイトの先輩後輩ぐらい。1、2年ですか、お前。なるほど。そこはどうだったの？いや、まずちょっと大事だ。バイトの1、2年って全然違う。バイトの1、2年しか差がないみたいな、ちょっと大事だ。どうしました？もうバイトをそろそろ行かないといけないんだけど、ちょっと白藩くんにお話がありまして。はい。白藩くんのことが好きなんですけど、あ、気がってくれませんか？魔法だね。なんかその俺ってあんまり勉強もできなければスポーツもできなくて、だからいい会社に勤めようとかっていう欲も特にないし、できれば家でずっとぐーたらで生きていきたいし、家でずっとアニメ見ながら過ごすのが俺の夢的なのがあるから、なんかちょっと難しいかなと思う。俺なんか俺じゃない方が絶対いいと思います。でも私なら支えます。あー、でも一人でいることが好きなので、まさになんかバイトもなんかつなぎでやっちゃってるから。本当に好きなの？じゃあ逆に聞くけど、俺の何を知ってんの？やばい、やばい、待て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 、そういうんじゃない、そういうんじゃないね。やめろよお前。危ないよ。今の指の指し方は、あの人を人と思ってないよ。指の、こう、じゃあ何を指してるの？指が上を向いた時は視野が危ないから、これは。こうやって人を指差し出したら危ない時だから。待って、ちょっと寝番とか聞いてない。あ、じゃあ後輩行こうかな。じゃあ女の子の後輩が告白するという。どうしたん？福原さんにお話があって、うん、おお、どうしたの？すみません、呼んだんですけど、うん、福原さんのことが、前から
好きでした。嘘やん、嘘やろ。いや、本当です。絶対嘘。ほんま本当に好きで、付き合ってほしいな。え、マジで。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。でも俺好きな人いるよ、別で、うん、だからちょっとミヤニと付き合われへんかもしれない。でもミヤニめちゃくちゃいい性格してるし、なんやろ、絶対他の男やったら絶対いけるから、俺はちょっと諦めてほしい。自分が悪いんじゃなくて俺が悪いから。俺が他の子のこと好きやから、ちょっとごめんね、付き合われへんわ。カラスさんがいいんです。知ってる聞いたらわかるけど、でも俺他の子のこと好きやから。カラスさんの2番でいいんです。2番？2番はないかな、俺は。1番しかおらんの、俺には。ごめんね。早くなる。これマジやなんでも、でもこれまあ確かに超王道。あ、そうだね。これもう間違いないやつ。俺いつも思うんやけど、うん、まあよく見るドラマとか、うん、これ傷ついてるのね。これでも傷ついてる。あ、じゃあ一個言おうか、うん、補足しますわ、うん、嫌いじゃ ないっていうことを伝えたくて、うん、他のことが、このことが好きやから俺は好きじゃないんだよっていうのを伝えた。ことが終わるのを俺は目標にしたい。切り味はめちゃくちゃ鋭い。1個だけリアルじゃなかったところは、うん、2番目でもいいって言われた時に、まあ、普段からいいよっていう俺が、うん、久しぶりに会った先輩、うん、あ、先輩なんだって感じにしようかな。なるほどね。お疲れ様です。マザーミルズ。お疲れ様。お疲れ様です。並べた。固まる。どうしたんですか。ゆうまくんがちょっとずっと前から好きなのかな。ああ、なるほど。いやー、あれですね。先月ちょっと会社は倒産しまして。それどころではないって。それかは出てる。お金ならある。いや、多分無理です、ね。まあ、会社だけじゃないんで、いろいろありまして、それどころではないんで。じゃあ、待つ、大丈夫。何じゃん。あれ、何歳よね。48歳だよな。そうですね。恋愛してる暇があるのかと、自分に作り方もおかしい。問いかけると。今はそれどころではないと絶対寝るな。私なら支えられる。その優しさが辛いんですよたくさんの社員がですね、僕のせいで元に迷ってしまって絶対にする。 1% もないかな。じゃあとりあえずお金だけ貸してもらっていいそしたらまた会いに来ますんで。分かった。じゃあ、とりあえず、お金だけ借りてもいいですか付き合うとか恋愛とかはちょっと考えられないので、お金だけは借りたいなって。3000万ほどつままわせてもらえたらね。つまん。そうすれば、最後の給料が社員に払えるんですよ。それは無理です自分がそういう今その置かれている状況で恋愛をする社員とかに、ま、申し訳ないというか。いいですかもうはい、ありがとうございます。極論、じゃあお金あったら付き合えんねや、うん、っていうような。だからクズ感増したくない。いや、クズ感は出ないよ。だって社員のためにみたいなこと人としてはめちゃくちゃいい人に見えるもん。だから俺と付き合わない方がいいよって言ってるよう な、 なんか、そう、その優しさを出してなかったね。そう、だからそれが逆にね、あ、この人ちゃんとしてるだなって、そう、見える、うん、向こうに確かにこの人恋愛してる場合じゃないなって思ってほしい思って。そうだね。まあそう考えると確かに傷ついてはないよ。うん、うん。
SLH の、振り方王、はい、うん、振り方王は陽介君になりました。はい、ということで SLH の振り方王選手権でした。ありがとうございました。